Al Burak is a holy steed in Islamic mythology, a creature from the heavens that transported the prophets. Most notably, Burak carried the Islamic prophet Muhammad from Mecca to Jerusalem and back during the Isra and Miraj or night journey as recounted in Hadith literature. Then Ahiroshi Hayashi reckoned that Shotoku Taishi, or his original name was Umayato no Oji, or literally in Japanese it means Prince of Horse Stable, also taken by the Holy Steed to Devil's Tower in present-day Wyoming, USA, almost in the same period. Today's video is about the very much mysterious steed which transported holy people in the history. アル・ブラークというのはイスラム神話においては神聖な馬を言います。一般にこの日本では天馬ブラークと呼ばれています。その天馬ブラークは最もよく知られた話としてイスラムの預言者であるムハンマドを一晩にしてメッカからエルサレム、エルサレムからメッカまで運んだとされています。イスラム教でいうところの夜の旅というのがそれで、そのことはハーディス文学の中にも書かれていますが、私林博士はあの聖徳太子、つまり馬宿の王子もほぼ同じ頃その馬に乗せられて現在のワイオミング州にあるデビルズタワーに行っていたと考えています。今日の動画はそうした聖なる人々を運んだ聖なる馬、つまり天馬ブラークについてのものです。なおこの情報は名前不詳のある視聴者の方からいただきました。広志林浜松シティジャパン。最初に日本で最も聖なる人物、つまり聖徳太子、またの名を馬宿の王子とムハンマドの不思議な関係について説明しておきます。聖徳太子です。馬屋の戸の前で出征したので馬屋戸の王子、あるいは馬宿の王子と呼ばれています。そしてムハンマドです。ある日のこと、いつものようにムハンマドが洞窟で瞑想をしていると突然天使ジブリール、キリスト教名ガブリエルが現れ、ムハンマドは正体不明の力に締め付けられます。そして天使はムハンマドに読めと命じます。しかしムハンマドは商人として仕事をしてきたため教育の機会がなく読み書きができませんでした、というようなところからイスラム教の物語は始まります。で、今ご覧いただいているのが聖徳太子とムハンマドの年代記ということになります。ほぼ同じ頃に生まれてほぼ同じ頃に亡くなったとされています。で、念のため聖徳太子が建立したとされる法隆寺とイスラム教のメッカ・カーバ神殿の旧部の中心点からナスカ高原にラインを引いてみます。右がナスカ高原です。そのナスカ高原には正確に法隆寺の方向を示す滑走路とメッカ・カーバ神殿の旧部の方向を示す滑走路があります。ナスカ高原です。この辺りは世界の拠点となっている
大きな山々からのラインが集まっているところです。左上の白いラインは法隆寺から引いてきたラインです。短いですが法隆寺を示す滑走路がここにあります。そして右上の黄色いラインがメッカ・カーバ神殿のキューブから引いてきたラインです。この黄色いラインはこのプラットフォームの上辺部と正確に重なります。つまりこのプラットフォームはメッカ・カーバ神殿のキューブの方向を示しているということになります。そして2本のラインはここで交わります。このように2箇所からのラインが同じプラットフォーム上で重なるということは、その2箇所が何らかの関係で関係し合っているということを示唆しているものと私林博士は判断しています。林博士のナスカ理論によるものです。その聖徳太子は現在の USA のワイオミング州にあるデビルズタワーへ行っていました。その証拠が永福寺に残っているこの一枚の絵です。左に見えるのがデビルズタワー、そして聖徳太子は馬にまたがり、白い雲のような、亀のような乗り物に乗ってそのデビルズタワーへ行っていました。これが現在のデビルズタワーの写真です。上が永福寺に残る聖徳太子像の絵です。左下がワイオミングのデビルズタワーの現在の写真です。針葉樹の木の表現の仕方も一致している点に注意してください。そういう私林博士の説に対して、一般には永福寺に残る聖徳太子像の絵の中に描かれているのは日本の富士山であると説明されています。ワイオミングのデビルズタワーなのか、それとも富士山なのか、一目瞭然です。皆さん自身の素直な目で比較判断してみてください。どう見ても富士山には私には見えません。一方どう見てもこの永福寺に残っている聖徳太子像の中に描かれている山はワイオミング州にありますデビルズタワーということになります。そこで今度はワイオミング州にありますデビルズタワーの頂点からナスカにラインを引いてみます。黄色いラインはメッカ・カーバから、白いラインは法隆寺から引いてきたラインです。その同じプラットフォームの左下に注意してください。黄土色のラインはこれはデビルズタワーから引いてきたラインです。デビルズタワーからの滑走路は長くて長大です。そしてこの滑走路は正確にワイオミング州のデビルズタワーの方向を示しています。こうしてメッカ・カーバライン、法隆寺ライン、そしてデビルズタワーラインが一つのプラットフォームに集まります。緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身で確認してください。もっともこれだけの事実をもってですね、これら3箇所が相互に関連し合っているとは断言できません。しかし関連し合っているのではないかという疑いは濃厚になります。話をムハンマドに戻します。聖書と歴史の学習館ウェブサイトには次のようにあります。ある晩ムハンマドがメッカのカーバ神殿の塀の中で寝ていると、天使ジブリールが現れ、ムハンマドを天馬ブラークに乗せてカーバ神殿から
エルサレムの神殿まで連れて行きました。そしてムハンマドは神殿の岩から昇天します。天国へ登る途中では旧約聖書のアダムやアブラハム、モーセ、イエス、キリストなど8人の預言者たちと出会い、そして最後に神アッラーと接見します。ムハンマドは神アッラーから御言葉を賜り、再び天馬ブラークに乗ってカーバ神殿に戻ったという伝説もあります。と、天馬ブラークについても簡単に説明しておきます。ファンタジー辞典には次のようにあります。預言者ムハンマドを乗せて高速移動する天馬。ブラークはイスラムの伝承に登場する天の聖獣、イスラムの始祖ムハンマドを背中に乗せると、この世から地獄天国までもあっという間に飛び回ったと言われる。体は白い馬の姿だが、頭は人間の女性で、背中にはカラフルな翼が生え、尾はクジャクのような美しい羽飾りがついている。まれに牛の角のようなものを生やしている場合もある。全身は銀色に光り輝き、体はダイヤモンドやエメラルドで飾られているというから豪華だ。あまりに足が速いため、ムハンマドが天国や地獄を旅してきた後でも、出発前に倒れかけたポットがまだ倒れる途中でそれを受け止めることができたという。と、がその天馬ブラークに乗っていたのは聖徳太子やムハンマドだけではありませんでした。このレリーフはフランス在住の研究者セリ・キムラさんから届けていただいたものですけれども、中央上に穴ひいたが描かれています。7本の光線がある点に注意してください。その穴ひいたの処女解体によって生まれたのがミトラということになります。穴ひいたというのは、分かりやすく言えばゾロアスター教、つまりマギ教の主神女神ということになります。太陽神です。元はマギ教、あるいはマニ教、あるいは密教と呼ばれていましたが、ゾロアスターが広めたのでゾロアスター教と呼ばれるようになりました。それはともかくも、その穴ひいたの下に描かれているのがミトラということになります。ついでですが、その下に3人の人間らしき人たちが魚を料理している像が彫り込んであります。魚というのは現在の今でもカトリック教のシンボリックな動物ということになっています。その魚を料理しているということなんですね。で、まあその魚についての説明は、まあ、今日の本題ではありませんので割愛しますが、ともかくもこのような形で主神はアナヒーターであり、その下にミトラがいて、そしてその下にローマンカトリックがあるということをこのレリーフは意味しています。特に魚を焼いているという、まあ、ローマンカトリックにとっては屈辱的な絵という点に注意してください。つまりこのレリーフはゾロアスター教、そしてミトラ教の立場で彫られたレリーフということになります。その中央、ミトラの左右に注意してください。雲の上に馬がいて、その馬に、天使たちがまたがっているのがわかります。そしてそのコンセプトは永福寺に残る聖徳太子像のそれと一致します。やはり聖徳太子も馬にまたがり、そしてその馬は白い雲のような、つまり亀型 UFO の上に乗っています。そしてやってきたのがデベルズタワーということになります。
針葉樹の表現の仕方も一致しています。まあ、これをですね、この上の永福寺に残る聖徳太子像の中に描かれている山をですね、富士山という方が無理なのではないでしょうか。もう一度このレリーフを確認していただきたいと思います。このレリーフ中央上に描かれているのが女神中の女神アナヒータです。ペルシャを支配した主神中の主神ということになります。太陽の神ですね。7本の光線がある点に注意してください。そしてそのアナヒーターが12月25日処女解体で設けたのがミトラということになります。12月25日はマギ教、つまりゾラスター教の冬至祭の日ということになります。つまりアナヒータはミトラのバージンマザーということになります。そのアナヒータの下に彫り込まれているのがミトラということになります。でこのレリーフそのものはですね、ミトラ教の立場で作られたレリーフと思われます。その証拠にその下で3人の人物が魚を料理しているのがわかります。魚というのは言うまでもなくローマンカトリックのシンボリックな動物、魚ということになります。その魚を3人の人物がですね焼いている、つまりローマンカトリックにとっては大変屈辱的な絵ということになります。ついでですが、この3人の人物が料理しているのが魚であるという点に注意してください。まあ、料理するイコール、まあ、ローマンカトリックにとっては屈辱的な絵ということになります。現在もその右中央のようなシンボリックなアイテムがローマンカトリックでは使われています。つまりキリスト教でいう魚を表しているということになります。別の説によれば、まあ、女性の子宮であるという説もありますが、一般には魚と理解されています。どちらがどちらということではなくて、魚イコール子宮、子宮イコール魚イコールキリスト教のシンボリックなアイテムというふうに理解するのが正しいのではないかと思います。そしてそのレリーフの中に話を戻しますが、馬にまたがった天使、あるいはミトラ自身かもしれません。その馬が白い雲の上に乗っている点に注意してください。その馬はまさに天馬ブラークということになるのではないでしょうか。私林博士はそのように解釈しています。そのブラークに乗って聖徳太子は現在のアメリカのワイオミングにあるあのデベルズタワーに行っていたということになります。こうして世界の神々は壮大なドラマとともに一つにまとまっていくのがわかります。聖徳太子とミトラ教の関係については続く動画の中で詳しく説明します。どうかご覧になってください。 Bye for now。
Just have a see and listen to a smallest relief with your heart open, then you can hear a bigger story of ancient times full of mysteries and wonders. Here is one relief, for example, a relief most probably created somewhere in Persia. You can see Anahita at the top, Virgin Mother of Mithra, as well as one of the goddess of gods in Zoroastrianism. If you see the relief, however, with your heart closed, it is just a relief with no stories that bring us no mysteries or no wonders. But it is not archaeology. I say that just a collection of facts is not archaeology. It's just a collection of facts which only can decorate your book stands in your study, just like printed pictures of ancient times. It does not bring out any stories or lessons, and then it does not teach us anything for the future. Then I say that a more important thing is to weave a unified theory which is more logical out of these facts I show you here by knowing the history of our ancestors for the people who will live in the future. I mean that archaeology is something else about which I would like to talk in this video. ここに一枚のレリーフがあります。一枚のレリーフです。そこには女神、アナヒータとミトラが描かれています。ミトラのバージンマザーがアナヒータです。一見すればただのレリーフですが、その向こうには素晴らしい物語が隠されています。それがわかるかどうかはあなた自身の問題ということになりますが、大切なことは心を開いてそれを見るということではないでしょうか。閉じた心ではそれはわかりません。年号とそれを取り囲む活字を暗記しただけではわからないということです。また、考古学というのはそうであってはいけないと思います。過去から先祖たちの思いを学び、それを統合化し、理論を引き出す。そしてその理論を未来に役立てていく。私はそれが考古学だと思います。それをこの動画の中で皆さんにお伝えできれば嬉しいです。広し林、浜松市、ジャパン。ここに一枚のレリーフがあります。いつどこで作られたかということは重要ではありません。重要なことは、ここに一枚のレリーフがあるということです。フランス在住のセリ・キムラさんが送ってくださいました。そのレリーフの中央上にアナヒータが描かれています。四頭立ての馬車に乗っています。ミトラの、まあ、ヴァージンマザーということになります。七本の光線が描かれています。アナヒータの時代にすでに7本の光線があったということです。で、アナヒータというのはですね、まあ、ゾラスター教の世界においては女神中の女神ということになります。メソポタミアにおいてはですね、最重要の女神であったと考えられます。そのアナヒータについて、まあ、研究はかなり進んでましてですね、ナバルツっていう方はこのように書いておられます。ゾラスター教のヤザタ、つまりエンジェルのことであると。最も重要な女神というわけですね。そして、金で刺繍されたマントを身にまとい、うんぬんと。そして、アナヒータは四頭立ての馬車で、戦車で駆け巡っていたと。そして、アナヒータはミトラのVirgin Mother であるということです。
まあ、神々の世界では、子供というのはどこからかあてがわれて、まあ、子供としていたわけです。そしてこのレリーフの中段に彫られているのがミトラということになります。ミトラは12月25日冬至祭の日に、まあ、生まれたということになっています。ミトラです。馬屋で生まれました。で、ミトラ、これは問題ないと思います。ですね、一番上がアナヒータ、7本の光線を持っています。そのミトラの下にですね、大変興味深いものが彫刻されています。3人の人に囲まれて、この中央のところに魚が彫り込まれています。どうやら3人の人が魚を料理しているようです。魚といえば、キリスト教のシンボル的な存在です。魚イコールキリスト教のシンボルと考えて良いわけですけども、その魚はもともとは子宮から生まれています。魚と子宮というのはギリシャ語では同義語ということです。いわゆるまあ魚イコール子宮、子宮イコール魚というわけですね。そのことをこの論文が説明しています。つまり、まあ、子供を産むという意味から子宮が使われた。その子宮と魚と同義語であった。ですからキリスト教では魚を、まあ、シンボルマークとして使うようになったということです。まあ、形もと言いますか、なんとなく雰囲気も似てるっていう感じがしないわけでもありません。で、その3人の人たちがですね、ここで魚を料理しています。ここが、まあ、一つのポイントということになるわけですね。これは、セリ・キムラさんが指摘してくださいました。つまり、このような形で、三人の人たちが、魚を料理している。すなわち、キリスト教のシンボルを焼いて料理している。ということになります。つまり、このような形で、このレリーフはですね、ミトラ教の優位性、あるいはその上のゾラスター教の優位性を示しているということになりますが、ここで終わったのでは面白くありませんね。そこで中段、ミトラの左右に描かれている二人の人物に注意してください。ホースマンが雲の上に乗っています。ここですね。ホースマンが雲に乗っています。雲に乗ったホースマンが彫刻されています。で、この絵と同じ構図で描かれているのが永福寺に残っている聖徳太子像です。この聖徳太子は馬にまたがり、亀のようにも見える白い雲に乗っています。構図が同じということですね。神と馬と雲。この組み合わせはですね、果たして偶然なのかということになります。これが永福寺に残っている聖徳太子像です。聖徳太子は馬にまたがり、そして雲に乗り、とある山へやってきました。その山がですね、アメリカのワイオミングのデフェルスタワーと酷似しています。上面が平らで縦の線が走っています。そして下の方には針葉樹まで描かれています。これがデビルズタワーです。上が聖徳太子像の中に描かれている山です。下が実際のデビルズタワーですね。木を注意深く比較してみてください。同じように針葉樹が描かれています。まあ、これをただ単なる偶然と片付けてしまって良いものでしょうかということになります。皆さん自身で確認してください。しかも、聖徳太子は馬にまたがり、白い雲に乗っています。これが永福寺に残る聖徳太子像ですね。そして右が実際の写真です。注意深く比較してください。何この日本では、
左のこの山をですね、富士山としています。これは富士山を描いたものであるとですね。まあ、これについては私はノーコメントです。皆さん自身で判断してください。で、この絵の出所ですね。どこからこの絵が出てきたかですけども、この絵は例によって例のごとく、旗宇治の周辺から出てきているということが分かりました。で、まあ、謎の氏族ですね。秦の始皇帝の末裔とされる旗宇治の周辺から出てきているということです。まことにもって、謎めいた氏族ということになります。そしてその神社が京都府、京都市に現在も残っています。まあ、有力な渡来系氏族であるということです。その旗宇治の周辺、誠にもって謎めいた氏族の周辺から、永福寺に残る聖徳太子像の絵が出てきているということですね。秦の始皇帝の末裔とされています。そしてその周辺から、実に奇怪な、まあ、まさしく、ワイオミングのデビルスタワーとしか言いようのない山が描かれているということです。で、この、秦の始皇帝と、ガンダーラ仏、そしてギリシャ彫刻との間には、密接なつながりがあります。それを証明するのが、私、林博のナスカ理論ということになります。そのナスカ理論を使って簡単に説明しておきます。これが平和洋ですね。この平和洋の中心点からナスカに向かって線を引きます。平和洋はシーアンの東30キロにあります。その途中に秦の始皇帝の陵墓があります。この上の黄色い線は平和洋から引いてきた線です。プラットフォームが見つかります。そしてそのプラットフォームを正確に縦に割ります。マウンドが作ってありますから位置も正確に取れます。この黄色い線ですね。この黄色い線は平和洋から引いてきた線です。これを A としておきます。今右の方に A を移しました。で、もう一本左の方にも、あります。これは両方から引いてくると正確に重なります。平和洋からだとほんの少しですけども、エラーが、見た目にはわかりませんけども、エラーが出ます。ともかくもこれが平和洋、そして秦の始皇帝の陵墓から、まあ陵墓から引いていただくのはいいと思いますけども、陵墓から引いてきた線です。そして、下のプラットフォームへとつながります。そして、ルンビニ、アテネ、オリンピア、まあガンダラもそうですけども、これがまあルンビンですね。そして、途中にラホール。ラホールでややエラーが出ますけども、ラホールは大きな町ですし、まあ、どこに点を取っていいかわかりませんけども、ガンダーラ仏のメッカです。そしてアテネの北方、アテネ市の北を通って、そしてオリンピアの上を新直線に横切って、そしてその線はですね、右がアテネですね、都市です。そして左がオリンピアです。そしてその線は先ほどの A のプラットフォームへとやっていきます。そしてこの頂点のところで、先ほどマウンドが あるといったところで、まあ、平和洋からのラインとここで重なります。そして、それを伸ばしますと、左側のプラットフォームへと繋がります。そして、先ほどの縦にですね、秦の始皇帝の陵墓から引いてきた線と、ここでプラットフォームを共通にします。まあ、このように、ナスカ理論を使うとですね、まあ、それぞれの文明、文化の、まあ、関連性までわかるというわけです。つまりこの直線はですね、ずっと行きますと、オリンピア、アテネ、そしてラホール、ルンビニ、ブッダの生まれ育ったと言われているルンビネと繋がっていきます。まあ、長い、長大な、滑走路ですから、それだけ重要な滑走路であったということになります。左も一応平和洋の、ラインということにしていきますけども、先ほど言いましたように、秦の始皇帝の陵墓から引いてくると、まあ、全く、エラーなく重なります。そして、そのライン、
でつながっている。すなわち、これらの、像はですね、それぞれに関連性があるということになります。これが林浩司のナスカ理論です。で、結論ということになりますが、たった一枚のレリーフですけども、この中にはいろいろなドラマが織り込まれているということになります。繰り返しになりますが、最上段に描かれているのが七本の光線を持ったアナヒータです。まあ、女神中の女神ということになるわけですね。そして、その下に描かれているのがミトラということになります。となりますと、ゾロアスター教の主神は、ひょっとしたら、まあ、アフラマズダーと並んでですね、アナヒータではなかったかと思われます。まあ、それをですね、ゾロアスター、すなわちザラスストラが広めたから、ゾロアスター教と言うようになった。もともとは、マギ教と呼ばれていました。そして、一番下にですね、魚を料理する三人の人が描かれています。まあ、日本風に言えば、魚を焼いているということになります。で、これは、まあ、魚を焼くってことによってですね、キリスト教を侮辱しているってことにもなるわけです。まあ、そうしたドラマが、このレリーフの中に含まれているということです。その一つとして、雲に乗ったホースマンも描かれているということになります。大切なことは、その向こうに隠されているドラマから一つの理論を引き出し、それを未来に役立てていくってことですね。それでは皆さん、バイ。Hello, this is Taka in Tokyo, Kemia, Sister Orion, and Hiroshi Hayashi, Japan. Shotoku Taishi, who has been to Devil's Tower, Wyoming, USA. これが A 福寺に残っている Shotoku Taishi の絵図です。右が Wyoming の Devil's Tower です。で、Shotoku Taishi はこのデビルズタワーに行っていたに違いないという話です。永福寺には大変、まあ、奇妙な絵図、聖徳太子の絵図がね、何枚か残っています。その中の一枚がこれなんですけども、聖徳太子がですね、馬にまたがり、まあ、奇妙な形をした山の近くを飛んでいます。で、この山についてですね、まあ、一般的には富士山であるというふうに、説明されています。しかし、本当にそうでしょうか？富士山でしょうか？私は、これはワイオミングにあるデビルスタワーにそっくりと言いますか、だと思います。まあ、とぴもない話を、しているようですけども、外堀を攻めていきますと、まんざらそうでもないということが分かってきます。これはケミヤさんが指摘なさったんですけども、してくださったんですけども、この、山のふもとにですね、まあ、針葉樹と思われる木が描き込まれてるんですね。まあ、今でこそね、あの、ヒノキ、杉の木というのは植林されて、日本中どこでも見られますけども、針葉樹というのはやはりこう、針葉樹なんですよね。まあ、それがこの、まあ、聖徳太子の絵図の中に描き込まれているということなんですね。まあ、なんという、まあ、類似性でしょう、ということになるわけです。で、まあ、高井東京さんがいろいろ調べてくださいまして、さらに興味深いことが分かってきました。で、これはあの、聖徳太子の絵だと。で、それを描いたのがですね、なんと、旗氏なんですね。旗氏って言うんですかね。旗氏の一人なんですね。で、この頃、まあ、聖徳太子と旗氏とは、非常にこう、濃密な関係にあったというわけです。なるほど。ということで、まあ、旗氏について調べてみました。で、旗氏のですね、これがあの、宇治神社があるんですね。で、ウィキペディアによれば、東関氏って言うんですかね、あの、トライ系、氏族であると。まあ、中国からやってきた氏族であるというわけですね。
で、その、旗宇治がですね、まあ、真の、まあ、旗という字から、字からもわかりますように、真の始皇帝の末裔であると。これでまたなんかこう引っかかってくるんですね。で、この真の始皇帝といえば、ご存知のように、兵馬俑を作るわけです。兵馬俑を作るわけですね。兵馬俑の兵士たちです。そして、ガンダーラ仏とギリシャ彫刻とこう三者は、同じ、まあ、エイリアン、私たちが神と呼ぶエイリアンによって作られたということは前にも証明いたしましたが、ここでもう一度簡単に説明しておきます。これが兵馬俑ですね。西安の、東30キロのところにあります。で、兵馬俑の兵士です。ここからナスカに線を引いていますと、綺麗な滑走路が見つかります。皆さん自身でご確認くださいね。上から来ている線が兵馬俑から引いてきた線です。もう一度やってみますと、孫を送っていますが、まっすぐにこの、滑走路を横切っていきますね。緯度経度はここに示しておきますから、ご自身でご確認ください。もう一本実は兵馬俑の空の線があるんですね。それが左の黄色い線です。で、この黄色い線、二本、まあ、いわゆる二本滑走路があるということなんですよね。で、この線を伸ばしてますと、やっぱりこの細い、左側の方は細くて長いですけども、この滑走路の向かって右側を通って、下のプラットフォームへと繋がっていくわけです。まあ、これちょっと記憶に入れておいてくださいね。そこで今度はルンビニ、アテネ、通ってナスカに線を引いています。ルンビニの、まあ、釈迦、ブッダの、生まれ故郷ですね。ここから、ナスカの方に線を引いています。途中で、ラホールを通ります。ガンダーラ仏のメッカですね。そしてその、この直線がですね、アテネを通っていきますが、アテネオリンピアを通っていきます。で、まあ、ちょっと拡大してみますと、ややアテネ、アテネは大きな町ですから、ややアテネの北方を通って、そしてオリンピアを通って、そして、ナスカへやっていきます。そして先ほどの兵馬俑から来た滑走路のちょうど上ですね。綺麗にそこで重なって、そして、一本の滑走路へと繋がっていきます。まあ、偶然って言えば、もうこれは偶然とは言えませんね。で、もう一度よく見てくださいね。日本の線がですね、日本というか、その右側の滑走路のちょうど頂点のところ、頂点というか一番高いところで重なるということです。これが、まあ、この2本が、これが、テラコッタ網、兵馬俑から引いてきた線です。そしてこの横の線、右の方から引いてきた線が、これが、ルービーから引いてきた線です。滑走路のちょうど上の方で、てか上で、交わってるの分かりますか？そして左の滑走路、兵馬俑から引いてきた左の滑走路は、このプラットフォームで一つにまとまるわけです。で、私はこういうことから兵馬俑と、それからガンダーラ仏とギリシャ彫刻は、私たちが神と呼ぶ同じエイリアンによって指導され作られたというふうに結論付けました。で、聖徳太子はどうかということなんですよね。で、もう一つの聖徳太子のこの絵図に戻っていますけども、高井東京さんがさらに新しい情報を送ってくださいました。この絵を描いたのは、なんとダビデ神社、大崎神社のですね、まあダビデ神社と言われてるんですけど、大崎神社の旗師だというわけですね。旗師の一人だという、旗宇治の一人ですね。で、この旗宇治、がですね、聖徳太子から、聖徳太子の下で活躍していたと。そして、旗宇治がですね、聖徳太子から弥勒菩薩ハンカチ像を賜って、それを、京都最古の寺と言われている広隆寺を建てて、その広隆寺にこの弥勒菩薩ハンカチ像を安置したと。まあ、こういった、記述を探してくださいました。もう少し分かりやすく言いますと、旗宇治というのは真の始皇帝の末裔だと。そして聖徳太子は旗宇治と、非常に近い関係にあったと。で、旗宇治は聖徳太子からハンカチ像を賜って、それを京都で一番古い広隆寺に安置したと。こういうことなんですね。これでなんて言いますか、弥勒菩薩ハンカチ像と、それから、まあ、聖徳太子をつなぐ。そして旗宇治と、それから、真の始皇帝をつないでいくっていう、まあ、人の関係が、まあ、有機的に浮かび上がってきたわけであります。もう一つは、この、奈良の法隆、現在ね、中宮寺に、まあ、弥勒菩薩ハンカチ像ありますので、そこと、それから、ガンダーラのラホールを線で繋いでみます。その間の距離が5650キロなんですね。
まあ、まあ、人間が行き来できる距離ではもちろんありませんでしたね。というのはこれは直線距離ですから、実際にはガンダーラから、日本を目指す場合には、ヒマラヤ山脈の山脈の北回りルートを通って行かざるを得ませんでしたからね。これが弥勒菩薩半跏思維像です。左がガンダーラ仏を代表する弥勒菩薩像です。共に弥勒、すなわち弥勒、すなわちミトラ系の、ミトラ系というかミトラですよね。そしてこの、特に目なんかがね、目のコンセプトですね。非常によく似てるというか、まあ同じですね、これは。そして貼り合わせてみますと、この両者は、何ら違和感もなく綺麗に重なるんですね。ただし、鼻の長さと太さだけはバリエーションを加えて変えてあります。で特にまあこうして見て いくんですけども、髪の毛の中のモヤモヤも一致してるんですよ。さらに喉の下を見てください。そのシワまで一致するんですね。皆さんご自身でご確認ください。ということはですね、これらの像二つはですね、いわゆるまあ 3D、スカルプティングですね。彫刻機械、コンピューターライズされた彫刻機械によって彫刻されているということなんです。もう一度繰り返しますけども、5650キロですよ、皆さん。そしてこの目の作り方を見てくださいね。まぶた、上まぶたを特に線を追っかけてみてください。やや上がって、やや下がって、やや上がるって、このコンセプトね。そして両者とも薄い目を開いています。すなわち、これら両者は、なってますか。もう、繰り返すの、何度も繰り返しましたけども、いわゆる、3D プリンティング、あるいはスカルプティングテクノロジーを使って作られたということです。それがお互いならば、もう一度この、喉の下の、似せる必要のないところまで同じであるところに皆さん注意してください。ということを考え合わせていきますとですね、いわゆる、まあ、聖徳太子の周りですね、まあ、エイリアンがいたと言ってもですね、なんだおかしくないわけです。もう一度このナスカを見てください。これナスカ理論で証明できるんですけどもね、黄色い線が、ルンビニ星からアテネから来た線、そして縦線が平和洋から来た線、そして、ガンダーラ仏と、日本の、弥勒菩薩像とは、半跏思維像とは、繋がっていくわけです。ということを考え合わせますとですね、多賀院東京さんが送ってくださいました情報をもう一度皆さん読んでいただきたんですけども、旗氏の一人がね、この絵を描いたと。そしてそれは、まあ、一般的な日本人の常識を超えた世界で描かれたということですね。ということを考え合わせますと、やはり、聖徳太子はということになるんですね。まあ、それはまあ、はい。楽しいですね、こういう話は。で、もう一度この考えてみますと、これは、いわゆる旗、真の始皇帝、真のね、松江の、旗氏の絵師が描いた絵だということになるわけですね。そして、この聖徳太子は、その、なんて言いますか、馬にまたがり、この山にやってきた。この山はどこかといえば、アメリカの現在、ワイオミングのデビルズタワーであると。そう考えたところで、なんだ不思議ありませんね。自由に空を飛び、自由に空を行き来できる人たちによって、まあ、この絵は描かれたということになります。で、総合的に判断しますと、結論ですけれども、聖徳太子は、アメリカのワイオミングの、デビルズタワーを行っていたということになります。まあ、キーパーソンは旗宇治ということになります。もう一度、まあ、しつこいですけども、もう一度この、ナスカの、写真と、それから聖徳太子を見てください。その間に、いるのが聖徳、旗氏ということになります。ですから私はまあ、なんて言いますかね、聖徳太子が、アメリカへ行っていたと言われてもね、ああそうですかと、何も不思議には思いませんが、皆さんはどうでしょうか。という、とっても楽しい話でした。Thank you very much for watching.And see you again next time. Bye. あ、それから、シースターオリオンさん。いよいよ、旗氏が出てきましたので、いろいろと情報をまた送ってください。どうも、ありがとうございました。Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Mystery of a line on the neck. Two sculptures created with 3D computer technology.
二つの像の謎。これは中宮寺にあります弥勒菩薩ハンカシー像です。これはガンダーラ仏を代表する弥勒菩薩像です。これら両者は鼻の長さと太さを除いて全く同じです。で、首の下のラインを見てください。首の下にラインがありますね。こんなラインまで一致しています。これらは 3D フォトグラフテクノロジーによって作られました。でないというならば、なぜ首のラインまで一致するのですか。それを説明してください。古いビデオですけども、2013年の2月に発表しました動画を見てください。まずですね、この二つの像がですね、遠く離れて5600キロという距離がその間にはあります。この5600キロという距離、直線距離にしてですよ、離れた両方って言いますか、両端で同時、ほぼ同時だと思いますけども、像が作られたということは、どういうことなのか。皆さんの、なんて言いますか、心を開いた良識を、に従って判断してみてください。まあ、これは古いビデオですけども、当初私は、これを知ったとき、心が震えるって言いますか、ほど驚きました。順に精査していきますとですね、この髪の毛にあるモヤモヤまで、まあ中宮寺のハンカシー像の方は、まあ磨かれたと言いますか、まあテカテカになってますから、ラインがわかりませんけども、モヤモヤまで一致していると。特にこの目の形、団子の付け根の、まあなんて言いますかね、コンセプトと言いますか、同じですね。そして、プロポーションもちろん同じですから、貼り合わせても同じです。まあ、わかりやすく言えば、中宮寺のハンカシー像を中央でやや広げたのが、ガンダーラの弥勒菩薩像ということになります。で、これについてですね、まあ、いろんな方からいろんな意見をいただいていますけども、まあ、私の意見に対してね、とやかく言う前に、皆さん自身の目で見て、自分の、なんて言いますか、思考力で、判断していただきたいと思います。偶然だとね、否定することは簡単なことです。1% のね、本当に 1% の、ミスや間違いを捉えて 99% を否定するというのは、まあ、私たちの世界では、荒探しと言います。まあ、例えば私、これ上から正中線をずっと下に引っ張ってきたんですよね。で、まあ、このように正中線が下へ降りてくるわけです。で、ガンダーラ仏の方も同じように中心点を取りまして、特に眉間、鼻の中心から下へ下ろしてきますね。下から取ったわけじゃないんですよ。そして、この幅がですね、ややこのガンダーラ仏の方は、仏かガンダーラの弥勒菩薩像の方はやや広がっているわけですね。で、このポーションは同じであると。で、この、鼻甲のね、上から下ろしてきた正中線が、やや鼻甲の中心よりもやや線が左に寄ってるってところも、これまた絶妙なところですね。で、貼り合わせてみました。全く違和感がないんですね。二つの像をこういうの、このように貼り合わせて、これほどまでに違和感のない像ってことはありえないんですね。試しに皆さんいろんな像でやってみてください。まず合いませんから。そしてこの輪郭。カーブの取り方。それから髪の毛ね、薄くハンカシー像の方は、ラインが見えますけども、その形も同じですね。そして団子、形そのものはね、ハンカシー像の方は二つに分かれてますが、そしてこの、なんとなくこのぼんやりした線を見てくださいね。明るくしますと、下の線が浮かんできますね。そしてその、なんて言いますか、その下に、まあ、ハンカシー像の方には、もやもやとした線が現れてきますけども、それも、まあ、この段階ではよく似てるとしか言いようがありませんね。さらなる検証が進めば、話は別だと思います。そして、こんなところに、まあ、ハンカシー像の方は、何か知らんけども、その、
イボのようなものがあるんですけども、同じところに同じように、ガンダーラ仏の方にも、まあ、イボっていうかね、突起物のようなものがあるわけです。で、まあ、これ、これ以上はね、精査できませんのでね、まあ、この程度にしておきますけども、まあ、何かがあるということですよね。まあ、これは、クエスチョンマークということにしておきます。で、髪の毛の付け根、団子の付け根、そのあたりを、まあ、正確に見ていただきますと、その付け根の幅まで同じであるということですよね。繰り返しますが、双方の間には直線距離にして5600キロという距離があります。まあ、このことをね、東博の学芸員の方に話しましたら、学芸員の方は即座にこう言いましたね。昔は師匠というのがいて、その師匠の通りに弟子たちが作るのが習わしになっていたから、おかしくない。しかし、ガンダーラと奈良ですからね。師匠がやってきて、そして指導したというのでしょうか。私は大きな疑問、その時に大きな疑問を感じました。で、この髪の毛のぐるっと上がっているところですね。そして、こう色を同じようにつけてみますと、区別がつきませんね。そして、鼻の付け根って言いますから、眉毛、鼻のラインがそのまま眉のラインになっていくわけですけども、この目。特にはこの目ですよね。まあ、鼻付け根のラインも同じですけども、同じようにこの鼻のラインが眉毛になっていくという、この、いくら、ね、似てるいたって、こうしたコンセプトは、これはまあ、ギリシャ彫刻も似たような方式を使ってますので、ね、特に私は目に注目したんですね。そしてこれが上やや上がって下がって、そして上がると。で、中宮寺へ私は電話をかけてね、聞きましたら、中宮寺の方が親切に教えてくださいました。ハンカチ像も薄目を開いてますよって。そういう親切な方もいらっしゃいますね。そして、こうしてずれ、まあ上と下比べてみますと、ただ残念なことはね、ガンダーラの弥勒菩薩像につきましては、側面の写真をかなり探してみたんですけども、ありませんでした。ですからまあ諦めましたですけども。そしてまあ唇はですね、このように違いますが、しかし作り方のコンセプトは同じだということです。いわゆる横伸ばししたっていう感じがしますね。そしてこの額のザラザラ感と言いますか、両方にそのザラザラ感があります。そして目、まぶたの下、これもやっぱり、これはちょっと中宮寺の方ははっきりしませんので、まあここもペンディングということにしておきます。そして輪郭は全く同じであるということですよね。まあ続くビデオの中で、ここまで詳しく精査してありませんので、疑問に持たれた方も多いと思いますけども、なぜこんな像が5600キロも離れて、作られたのかということなんですよね。そのことをまず皆さん、冷静にと言いますか、皆さんの、いわゆる純粋な心と言いますかね、心を開いた目で見ていただきたいと思います。こうして、まあ、中宮寺、それから、ガンダーラの弥勒菩薩像できたんですけども、ミロのヴィーナスと、それから、ガンダーラ仏を代表する釈迦流像。これは今現在日本にあります。東博に飾ってありますけども、髪の毛のパターンは同じであると。ただ、太い細いっていうランダムは かけてあります。そして、その、ガンダーラ仏と、それから中宮寺の、弥勒菩薩ハンカシー像は、これまた同じであると。同じと言っていいですね。むしろ逆にね、鼻の長さを変えることによってバリエーションをつけたというふうにも考えられるわけです。このように、点と点はですね、線で繋がっているということです。ということで、もう一度最初の話に戻りますが、今日のポイントはですよ。まあ、真似て作ったと。それはわかります。しかし、どうして首の下のシワまで同じに作る必要があったのか。またどうして同じなのか。まあ、私のことを否定する人は多いと思いますけども、まずこの疑問を考えてみてください。なぜ同じところに同じような線があり、そしてそれが左右一致するかということですね。ということで、続くビデオの中で、聖徳太子の謎、聖徳太子の実像、すなわち真の顔はどんなものであったかという謎に迫ってみたいと思います。以上のことをどうか頭に入れてご覧ください。Thank you very much. Hello. This is Hiroshi Hayashi,
Hamama City, Japan. 聖徳太子 is Mitra. The real image of 聖徳太子 or 馬宿の王子 or the prince of a stable. 聖徳太子の絵や像はいくつか残っています。しかしこれらの絵や像は聖徳太子が昇天した後、描かれたり作られたりしたものです。では、聖徳太子の実像はどんなであったか、その謎について今日は考えてみたいと思います。馬宿の王子。馬屋で生まれたから、馬宿の王子と呼ばれるようになりました。中央は飛鳥寺の太子像です。そして右の方が私たちが持っている聖徳太子のイメージです。本当にこんな姿をしていたのでしょうか？彼は誰なのか？彼はどこから来たのか？そしてどんな顔をしていたのか？その謎を解く鍵が二つの弥勒菩薩像にありました。右が奈良法隆寺です。左がガンダーラ仏のメッカラホールです。ハンカシー像です。弥勒菩薩像です。その間の距離は5650キロあります。この5650キロの距離を超えて、二つの像は同じです。右が弥勒菩薩ハンカシー像です。左が弥勒菩薩像です。この両者を比べてみますと、プロポーションは全く同じです。鼻の長さと太さを除いて全く同じです。二つを貼り合わせてみますと、違和感なく一致いたします。輪郭、髪の毛の付け根、目の感じ、そして喉の下のシワを見てください。こんなところまで同じなどで、同じです。ということは、これら二つの像は、やはり 3D コンピューター、テクノロジーを使って作られたということです。ここまで似せる必要はありません。この像が、いわゆる、まあ私たち人間の、まあ能力を超えた世界で作られたということですね。目の上まぶたのラインを見てください。やや上がって、やや下がって、やや上がる。全く同じなんですね。今言いましたように、鼻の長さと太さだけは違います。それを除けば同じだということです。ここに、まあ、聖徳太子の謎を解く鍵がありました。これが、まあ私たちが今知っている聖徳太子像ですね。そして中央が先ほども言いましたように、飛鳥寺の太子像です。馬宿の王子と言います。頭を見てください。ちょっと変わった頭をしてますね。そして棒を持っています。この頭はミトラのフリギア棒と似ています。そしてこの棒を尺と言います。ミトラも同じように棒を持っています。これはミトラが12月25日に生まれた時の様子です。三人の賢者がやってきてミトラを祝福しました。ミトラは馬屋で生まれました。馬屋で生まれました。これが中宮寺です。その中宮寺、立花の大井集めがですね、いわゆる聖徳太子の妻ということになりますけども、立花の大井集めが
聖徳太子の死後、こんなマンダラ酋長、天竺国マンダラ酋長を作り、そして聖徳太子を供養しました。それについては後でもう少し詳しく述べますが、馬宿の王子が亡くなると、立花の大井辰馬は天竺国マンダラ酋長を作り、そしてはっきりと記録は残っていませんけども、この、ハンカシー像を供養し、そして聖徳太子を忍んだものと思われます。そのハンカシー像、ミルコボサスハンカシー像は、どこかミトラと雰囲気が似ていますね。もう一度、よく見てください。私の話がですね、ファンタジーだと思う前に、もう一度この事実を確認してください。ガンダーラを代表する弥勒菩薩像と、法隆寺、中宮寺に残っているハンカシー像がですね、5650キロという距離を超えて同じだということです。ハンカシー像は、わかりやすく言えば、クスノキの組木でできているということですね。もう一度、ハンカシー像を見てください。左がミトラ像です。どこか雰囲気が似ていますね。ということで、終わるわけではありません。これからが、まあ、いわば本題ということになります。聖徳太子は誰だったのか、どんな顔をしていたのか、そのヒントが立花の大井辰馬の残したと言われている天竺国マンダラ酋長にあります。これはですね、聖徳太子が亡くなったと言いますか、昇天した時にですね、まあ亡くなったという言い方は適切でありませんね。天から、死者の一行が来てですね、そして聖徳太子を連れて帰るという様子を表したものです。現在残っているのはこの6枚だけだそうです。この6枚の絵を見ただけでもですね、聖徳太子がいかに重要な人物であったかがわかります。まあ、なんて言いますかね。まさに天からですね、神々の一行がやってきて、そして、聖徳太子を、まあ、今で言う宇宙船、これがそうですけども、それに乗せて月へ帰っていくという、天へ帰っていく、天竺国ですね。まさに、天竺国へ連れて帰っていくということです。が、それだけではありませんね。ここが重要ですが、立花の大井辰馬はですね、その様子を目撃したのですね。そして、立花の大井辰馬は、その時の様子を、何とか形にして、残そうと。そういうふうに考えたのだと思います。そこには、強烈なインパクトがあったと思います。そしてそれが、強烈な動機となって、何としても残さなくてはいけないということで、わざわざ、刺繍にして、そして絵にして、そして、後世の私たちのような人間に、その事実を伝えようとしたわけです。その大井辰馬の心は今の私に通じます。私も40数年前、ワイフと二人で巨大な UFO を目撃しました。強烈なインパクトでした。そしてそれが今、こうしたビデオ作りの原動力となっています。立花の大井辰馬も、私と同じようなインパクトを受けたはずです。そして、そのインパクトが
このマンダラ酋長となって、なったと。そういうふうに私は考えています。と同時に、聖徳太子は、ミトラ、まさに神ですから、多分、これは直接的な証拠があるわけではありませんけども、立花の奥入らず目に、こう言って、ハンカチーズを渡したのではないでしょうか。つまり、私がいなくなっても、寂しく思う必要はないぞと。私の代わりに、このハンカチーズを置いておくから、寂しく思うんじゃないぞ。というふうにして、立花の奥入らず目のもとに、弥勒菩薩ハンカチーズを置いていった。と、私は考えています。そうでないと言うならば、もう一度、このガンダーラ仏と、そして、法隆寺、まあ、中宮寺というのは法隆寺から500メートル前後しか離れてませんけども、残っている、弥勒菩薩、ハンカチ四像を見比べてみてください。普通ではない。つまり、私たちの、いわゆる一般的な常識では理解できない、世界の話ですよね。二つの5600キロも離れた地点で作られた二つの像が一致しているということです。その事実と、立花の奥入らず目の心を考えてみてください。すなわち、これが、聖徳太子の実像ということになります。Thank you.